千賀、プロ11年、8完投3完封。これ、ちなみに他の選手はこんな感じです。どうなんこれ？使いべりしてないってことや。結構長いんやな。直田まかず、基本スペでサボりなのはメジャーでやるためなのか。菅野ってすごいな。これで通算成績負け越してる大野さん。コントロール悪くて球数かさむからしょうがないね。完投と完封は向こうからすれどうでもええやろ。ノーノーした時はなおさら球出たわ。気づいたら6回中13球とかになってる人。大野雄大、34歳、84勝86敗、32完投16完封。なんで FA しなかったん？濃厚だからメジャー通用せんよな。中日打線相手してない大野が最強やな。あんまり千賀見たことないんだけど、フォーク以外に何がすごいの？カットボールとスライダー。さすがに嘘やろ、完封3回しかしてないわけないわ。完投少ないイメージはあったけど、完封もそんなもんなのか。なんやかんや良い時はすごい球投げてるから、その勢いで完封してるもんだと思っとった。年ごとのイニング少なすぎやない？なんであんな生きれるんや。ご視聴ありがとうございました。